ぼっちい大学生活は今日で終わりっす。一人映画とか一人焼肉や一人回転寿司に匹敵するぼっちプレイの最たるものの一つじゃないっすか。おかえりなさい。いらっしゃい。その人が花の学校の先輩。花からお話は金がねえっていうか、男の子って聞いてないんだけど。私は二人を見守っていたいの。誰にも邪魔されたくない。あなたのやり方では二人の目をつむことにもなりかねないわ。むやみにつつかず離れたところから眺めるべきよ。お客様にゆっくり心安らげる空間を提供する、それがこの店を開いた時からの私の経営方針。大学生のくせに困った姉ちゃんだ。母さん、なんか花がいつにも増してとぼけた顔してんだけど。お前とつるんでもう3年になるが、お前の人生には花が足りない。聞いてて気がめいる。4年しかない大学生活楽しめよ。もったいねえ。彼女作れ。趣味の時間なんかそれぞれ自由に過ごしゃいいじゃねえか。あんまお前の基準で人の趣味を笑ったりすんな。宇崎、お前なんでついてくんの。うるせえ。何すんだこのバカ宇崎。